リニア新幹線工事に伴う南アルプスの高山植物への影響について静岡市の南波市長は国の有識者会議とは異なる見解を示しましたこのように指摘した静岡市の南波市長 リニア新幹線工事に伴う環境への影響について話し合う静岡市の協議会が開かれる前に南アルプスの高山植物への影響について自身の見解を示しました国の有識者会議ではトンネル掘削で南アルプスの植物などに影響が及ぶ可能性はないと考えられると結論づけていますしかし難波市長は 湧水があることで形成されている公標鉱部のお花畑については、湧水点の湧水量が減少しますので、お花畑の生態系の影響が出ます、あの国の有識者会議のは、少しここの部分があの整理が十分ではないと、私は思っていますまた、有識者会議が高山植物への影響について調べたシミュレーションの結果は、 不確実性があるので確定的な判断をするべきではないという見解も示しました協議会ではこうした見解を踏まえて今後の生態系の議論の進め方をまとめる方針です